90% の人はクリアできない広告でおなじみセイブゼンウォールが、本気で 90% の人をクリアさせないように作ってきた、チャレンジモード、全20ステージ、ステージ5までクリアしたので、今回は6からです。このゲームは一筆書きで黒い壁を描いて、少年を助けます。ここはまず、落下を防ぐ必要があるぜ。こんなんでどうでしょう。これだけで済まないのが、チャレンジモード。やっと来たかー。でも、ここは簡単なステージですね。チャレンジモードにしては優しいぜ。黒い壁は最強の防御力ですが、強すぎて少年が触れてしまうだけで倒れるので、足場はしっかり、平らに、そして衝撃が来てもぶつからないゆとりも、書き終わった時に若干揺らぐぜ。それを考慮に入れた足場です。なんでオダマ刺さってんだよ。まだなんか来るのか？左下から飛んできたが、威力は低くて問題ないぜ。あとはもうない？クリアー。あ、これは見るからにヤバい。もう意味不明すぎんだろ。なぜか右下、バネから飛んでくるやつ見えてます。そして右の丸い部分、回転しそうだぜ。上にあるロッカーは何なんだ？落ちてきそうだぜ。とりあえず囲ってみますか。不安定すぎる。何が起きるのか確認。ロッカーが落ちてきて、オレンジブロックは耐えられない。右のピンク丸は不安定な土台で、右下から変なやつが飛んでくる。つまり、全方位対策が必要というわけですか。チャレンジモードにふさわしい難易度だぜ。まず上のロッカーを防ぎ、下からの攻撃も対応できるように。でも土台が不安定だから、ロッカーの落下衝撃あるぜ。少年が黒い壁に立つことになるので、下のやつ、もっと大げさに防御しときますか。これでどうだ。少年着地。揺らすな揺らすな。どんだけバネのやつ諦め悪いんだよ。非常に困った。あのバネ野郎がいるせいで、少年の足場が全然安定しない。ただでさえ土台が不安定なのにな。もうバネ野郎はギッチギチにしてやりますよ。覚悟しとけよ。でもギッチギチすぎるとゲームが処理落ちするぜ。うげ、そうだった。やりすぎなぐらいで、やりすぎないように。さあどうだ。ガッタガタだぜ。耐えろー。耐えてくれー。斜めに傾いてきたぜ。おいおい、もういいだろ。そろそろ終わってくれよ。バネ野郎ようやく落下。これでステージ7突破。ステージ8はシンプルですね。これよく見ると、土台の中央切れてるぜ。なら、左右にばらけますね。もうその程度、初見でお見通しですよ。これで対処可能。さあ、どうなる？予想通り。残念でした。上から来るのうすうすわかってただろ。やっぱりなんか来ましたか。爆弾は衝撃で揺れるので、ゆとり持った壁を描きました。こんぐらい厚くすれば安心だぜ。爆弾、防げるか。なかなかの威力でしたが、耐えられました。ステージ8は優しかったぜ。ステージ9、これは一体？まずは落ちないように足場描くとこからだぜ。足場はちゃんと、平らに描きます。このステージはどんなギミックが来るか。ここらで激ムズきそうな予感。でも、このシンプルさはどうなるんでしょうか？上に持ち上がって。パワーオブテラーかよ。これはなかなかやばいですね。シンプルながら、上下運動は揺れまくります。上下に切り替わる時が厄介だぜ。過去一で安定した土台が求められますよ。タワーオブテラー方式だと、もしかして何回も来るか？え、何回も上下運動はさすがに。さっきより安定。よし、耐えれてる。着地で変形。それはやばい。ちょっと形変えていきますか。下がった時の着地の影響で変形するからな。今度は上の部分をしっかりブロックに重ねていきます。そして、揺れても大丈夫なように、ゆとりある幅を持たせますか。さらに、足場はスレスレ。この高さの幅も上のトゲ対策になるぜ。これで、どうだ。まずは動き出し。ちょっとずれましたが、いける。そしてブロックへの着地は。問題なく耐えました。ステージ10、ようやく半分まで来ましたよ。あからさまな大玉とシーソー。とりあえず落ちないように少年に足場。そして大玉は、シーソー対策しときますか。さすがに大玉だけじゃないだろ。終わり？ちょうちょ。優しそうなステージ大体上からなんか降ってくるぜ。ちゃんと対策しておきましょう。対策さえすれば簡単に防げるぜ。このシーソー一体何のためにあったんでしょうか。シーソー対策したせいでわからないままクリアできそうだぜ。まず大玉落下、そしてちょうちょが、壁の上に止まる。クリアー。